皆さんこんにちは、ふみです。なつみです。わたるです。毎月第2金曜日ベースドットを開催しています。今はコロナ禍でガイタレが呼べない状況なんですけど、状況が落ち着いてきたらガイタレ呼ぶ、またはベースロットっていうイベント自体を外に出していけたら。ベースロットはベースミュージックに特化したイベントで、ベースミュージック以外にもいろいろな最先端な音楽を取り入れています。そして若手プロデューサーがたくさんいるので、海外の音楽だけじゃなく国内のプロデューサーの音楽も発信して出ます。あとはその若手プロデューサーたちもそうですけど、楽曲制作もみんなしてるので、自分たちの楽曲だったりとかっていうのを優先的にリリースしたりとかっていうのも後々考えたりとかあると思います。ベースミュージックって前はアンダーグラウンドっていうか、やっぱり一般の方にはちょっとわからない感じの音楽なんですけど、でもとってもかっこいいし、海外でもとっても人気なので、このキャメロットでベースミュージックを1日イベントで体感できるのはとっても良いことだと思うし、やっぱりクラブのイメージって EDM でイエーイみたいな感じだと思うんですけど、もうベースミュージック、例えばヘッドバンしたりモッシュやったり、ライブに近い感覚で、やっぱり普段と違ったクラブと違った感覚でこう楽しめるというか、そこが魅力なところです。ベースロットに出てる DJ はプロデューサーが多く、自分の楽曲を持ってる人が多いので、やっぱそういう日本の楽曲を海外やいろんなところに広めていきたいなと思います。そして海外の方から日本にこういう DJ イベントがあるんだって知ってもらえて、海外に呼んでもらうとか、海外の人がわざわざ遊びに来てくれたりとか、そういう風になったらいいなって思います。例えば動画とかライブ配信とかでキャメロットに足を運べない県外の方や海外にプロモーションしていったら、このイベントなんだろう、こういうクラブなんだろうって興味を持ってもらえて、とっても発信できるかなと思っています。コロナ禍になってから結構イベントを作る機会が多いんですけど、ベースミュージックに特に特化しているイベントがベースロットなんで、自分の楽曲の中でも、いろいろなジャンル出してるんですけど、なるべくプレイもベースミュージックに近いっていうところをこう視点に置きながら、新鮮というか、そこに対してこう来てくれてるお客さんを楽しませることも楽しいし、そういうプレイをしつつ、新しい音楽もそのベースミュージックだけじゃなく、ベースミュージック好きな層に新しい音楽も届けていきたいなっていうのが、このイベントを毎月やってる意味なのかなとは思います。コロナで難しい時代になったなとは思ってて、でも例えば配信やることも考えたんですよ、中止になった時に。で配信も今後も考えてはいくんですけど、やっぱりこう人って肌にで感じて楽しむってことが多分一番楽しいんじゃないかなって僕は思ってるんで、次はみんなで遊びましょうっていう感じですかね。今コロナで本当世界中のアーティストが多分困ってると思うんですよね。その日本だけじゃなくて海外のアーティストも。でもともと僕自身海外のアーティストを呼んでっていうパーティーをしてたんで、ベースロットもそれは今後考えていきたい。コロナの状況によっていろいろ状況が変わってくると思うけど、でクラスこれを機にこのベースロットっていうイベントを国内だけじゃなくって、外にも出していく動き、または、ベースロットに出てる人間が海外に行くっていうことがをしてベースロットの名前を広めてくれる。それは僕もそうですし、渡る君も夏海も海外で多分経験したことあると思うけど、やっぱ、どんどんこれを機に、イベントの名前もそうだし、各個人、日本の
有能なプロデューサーや DJ が世界に出ていけるようにしていけたらなと思います。ベースロットは、まあ、ベースミュージックに特化してはいるんですけど、実際こう遊びに来てもらうと、まあ、ほんとジャンレスに、いい音楽がかかってて、まあ、ハウス、ヒップホップ、まあ、ハードサウンドもそうですけど、本当にこうジャンレスにいい音楽がかかってるので、かつ盛り上がってるので、すごくいいイベントですね。ベースロットのいいところといえば、こう全国の DJ にもチャンスがあるところ、言ったらまあ僕だったりとかふみくんだったりとか夏美ちゃんとかに DM してチャレンジしたいとかっていう風に連絡もらえたりしたら、もしかしたら DJ できるかも。コロナ禍になってからまあ1年ぐらい経つと思うんですけど、まあこうベースロットだけじゃなくて、まあいろんなイベントが中止になったり延期になったりっていうので、もちろんこう全国の DJ さんというか、まあ世界中のアーティスト DJ たちがフラストレーションを抱えてると思うんですけど、その分まあ延期中止になったりとか延期になったりする分、僕たちは時間があるし、その分力を貯めれるし、だからこういざこういうふうに開催するときにその力を放出できるじゃないですけど、全力で楽しみに生かすことができるので、ポジティブに考えていきたいですね。ベースロットに対しての海外戦略的なところは、ずっと、何個も言ってるけど、ジャンルレスに音楽かかったりとかするんですけど、こう、稀に、まあ、アニソンだったりとか、まあ、本当日本の文化的な音楽がかかったりとかするので、まあ、ガイタレを今呼べない中で、こう、配信とかはなかなかできないですけど、まあ、楽曲リリース、今後はガイタレも巻き込んで、どんどんこう、公式リミックスとかも、まあ話はないですけど、それどんどんこう、こちらから提案していって、ベースロットっていうものと自分たちの知名度的なのを合わせて上げれていけたらいいなとは思います。実際今コロナ禍ですごく遊びにくい状況ですけど、日本全国のみならず、こう隔離とかがもう少し余ってきたら海外アーティストも呼べると思うんで、海外の方たちも、遊びに来てもらえるように私たちもそれまでに力を貯めて頑張ります。クラブの今のイメージはやっぱり危ないとか感染対策ちゃんとしてるのとか疑問に思う人もいるかもしれないんですけど、とっても対策はしていて、検温したり消毒したりとかすごく徹底しているので安全に遊べると思います。第2金曜日ここキャメロットで、ベースロット開催しているので、ぜひ遊びに来てください。またね。